bird on a tree。はい、皆さんこんにちは、さすらいのアキンドです。今回はですね、パテ盛りの工程なのでちょっと雑談で、パテの話をしていきたいと思います。あんまりですね、今までパテ盛りっていうのをしたことなかったんですけども、一応まあ、エポキシパテですねを3種類使っています。前回のですね、前作った女神デバイスのサポートメカの鬼とかもこれで作ってるんですけども、タミヤのですね、高密度タイプですね、高密度タイプのパテですね。そしてこちらが、タミヤの同じく、速効化タイプかな、速く固まるタイプですね、と、ウェーブのエポキシパテ軽量タイプってやつですね、とか、全部いろいろ使ってみたんですけども、このエポキシパテっていうのはやっぱりなんて言ったら、感じ的にこうガムみたいですよね。手触りとかがですね、ずっと噛んでたガムがピッて外に出て、でそれがちょっとこう水気がなくなって固まってきた感じみたいな感じで、ベトベトする感じですよね。手にですね、ちょっと水分つけとかないと手の方に逆にくっついちゃって、なかなか成形しにくいっていう感じ、なんですけれども、取り回しとしてはですね、まあ、ファンドとかですね、接吻粘土が一番使いやすいと思うんですけど、まあ、それよりは腰はあるんですけれども、なかなかですね、完全硬化するまではいつまでもこう、なんか道に落ちてるガムみたいにですね、くちゃくちゃした感じがして、これにもちょっと慣れが必要だと思います。それからですね、前回の動画で言っていたですね、ハンダ付け用のこういったスタンドを買ってみました。箱はこんな感じなんですけども、ヘルピングハンド、そのままの名前ですね、ヘルピングハンド、まあ、お助けの手みたいな感じで、ハンダ付けの、時のですね、配線とかですね、基板を固定するためのこうスタンドを買ってみました。でこれ、本体は鉄ですね、結構重たいです、分鎮みたいな感じですね、これ鉄です。でそれに、鉄製のこういったなんて言ったらいいのかな、こうこれ実はボールジョイントなんですけども、ボールジョイントを鉄板で挟み込んでギュッてかしめてあるネジがついてるっていう形で、こんな感じで関節が動くんですよね。こういうふうに、まあ、鉄のボールジョイントになってて、こう動くんで、かなりしっかり、まあ、てか2つしかないんですけども、部品等をこのワニ口でしっかり止めることができるし、まあ、基本的には鉄なので、多少熱がですね、間違ってピッとかハンダが飛んでも、大丈夫な感じで、結構自由に動く、ボールジョイントなんで結構自由に動く感じの、サポート台を買ってみました。で これなんですけども、まだ使ってないんですけど、まあ、使えば便利なんだろうなと思って、どうしてかっていうとですね、ハンダってハンダを持っていくってと、ハンダごてを持ってるってもう2つ使ってしまうから、そのつけるやつは固定しとかないと、それは動きますよね、手2本しかないんだから人間。ということで、いろんな方法で抑えてたんですけども、まあ、こういったしっかりした台がある方が圧倒的に、ハンダ付けはしやすいんじゃないかなと思ったのとですね、単純にですね、このですね、道具はですね、ちょっとまあ、動画とか分かりにくいんですけど、かっこいいですよね、鉄でできた。こうなんて言ったらいいのかな、ちょっと分かんないかもしれないですけども、この鉄の関節がですね、道具として、ただ単にかっこいいと。で、ずっしりとした重量感もあるっていうことで、なんかこうロボットみたいな感じですね、鋼鉄のロボットみたいな感じで、武骨な感じがして、ちょっと皆さん変だと思われるかもしれませんけども、これ自体がかっこよくして、かっこよくって、まあ、道具を買ったっていうのもあるんですけども、かっけえなーと、ガーンと結構重いですね、重くってですね、ちょっと変だなと思われるかもしれませんけども、これかっこいいですよね。なんで、これも使って、制作を進めたいと思います。はい、そして次ですね、足の部分、取り足の部分ですね、全部ですね、パテをつけちゃうと多分この可動部分が死んでしまうので、まず爪からですね、爪の部分からと、あとこの足の中の部分ですね、に少しずつ、肉をつけていくという工程で作ってみました。爪はですね、中に、まあ、プラバンの芯が入っているので、こういって本当に、鳥の爪みたいな感じになったんで、これをまあ少し削りながら形をどんどん、少しずつ肉付けしていくっていう感じで、足の部分を作っていきたいと思います。こんな感じですね、まだ、段階的には、最初なんですけども、こういった感じで肉付けをどんどん進めていきたいと思います。はい、エポキシパテを使ってですね、造形の制作を続けてるんですけども、ちょっとですね、顔も手入れました。顔の
この部分ですね、ズワースの顔の部分が、ここの目の上とかですね、あとここですね、この目の上の部分とか、この頭の角の部分とか、鼻面の部分に、少しパテを持ってですね、ボリュームを上げました。なんでかというと、前の状態がですね、あまりにもなんかこう鳥っぽかったので、少しやっぱりいかつい感じにしたいなと思ってですね、この、目の上の部分とかにですね、パテ盛りをして、ちょっと造形に厚みを持たせてみました。で、やってみたんですけども、ですね、左右対称に作るのがですね、難しいです。これ見たら分かると、左右対称じゃないんですね。左右対称に作るのって結構難しいなと思いました。で、よくですね、造形家の方が鏡とかを使って半面の作品を鏡とかにこう半分顔ですね、半分の顔を作ってるのはやっぱ左右対称に作るのって難しいのかなと、こういった造形をして思いましたが、ズワースの顔もちょっとですね、ちょっといかつい感じにちょっとパテ盛りをしてみましたが、いかがでしょうか。こんな感じです。いかつい感じに、鳥っぽい感じから少しいかつい感じに、なったでしょうか。こんな感じです。はい、そして胸パーツですね、胸のとこもちょっとですね、ボリュームを上げようと思って、こういった感じでですね、パテを持ってみましたが、どうでしょうか。こんな感じになりました。ボリュームが出てるのかどうかですね、今一つよくわからないところなんですけども、胸の部分もですね、ボリュームを持たすためにちょっとパテを持ってみました。それでですね、今作っているパーツがですね、全体どれぐらいの比率になるかっていうのを見るためにですね、ちょっと全部組み付けて大体のバランスを見ていきたいと思います。はい、ということで全部ですね、今、できている感じのパーツを組み付けてこんな感じのバランスになりました。足は延長したのでこんな感じ、肩もちょっとボリュームアップして、顔はまあ竜っぽく、そしてコンバーターはこんな感じですね、こんな感じの、羽はまだついてないんですけども、バランスになりましたが、ちょっとですね、出来上がりを見たこの感じで見ると、動画短いですね。足を伸ばせばですね、プロポーション良くなるかなと思ったんですけども、やっぱ全体のバランスの問題があるので、なんか胴が、短くなっちゃいましたね、相対的に。胴が短くなったのとですね、顔がやっぱり、竜っぽいくしたとはいえちょっと鳥っぽいので、全体的にはズワースというよりもですね、ちょっと鶏っぽいですね、オーラバトラーに最終的にはなってしまうんじゃないかなという予感を彷彿させるシルエットとバランスになっています。そしてですね、電飾いっぱい仕込むんで、配線が出まくってますね。これだけの配線がですね、このボディの中に全部収まるんだろうかっていう懸念も若干ありますが、背中のですね、このコンバーターのスカスカしているところはちょっと羽でごまかしたいなというふうに思っていますが、今のところ全体的にはこういったバランスですね。なんかやっぱりちょっと作って描いた部分と想像してできた部分はやっぱり違うんだなと思いますけど、基本キューキットの改造形なので、こんな感じかなとは、思いますけども、やっぱりですね、たくさん数こなしてですね、作っていかないと、プラもなかなか、技術向上しないので気にせずにですね、このままですね、出来上がりに不安はめちゃめちゃ残りますけども、ガシガシですね、作っていってどんなズワースになるかは出来上がってみないとわからないっていう感じですね。ということで、このまま制作を進めていきたいと思います。はい、大体のパーツをですね、一度組み付けて軽くサフを拭いた感じで全体の、出来上がりの状態を見ようと思ってサフを拭いてこんな感じになりました。どうでしょう。そうですね、鶏感というのかですね、ズワースというよりは鶏みたいになっちゃいましたね。鶏オーラバトラーとでも言うんでしょうか、なんかそんな感じのイメージになってしまいましたが、ですね、特に足元の、パテで作った部分ですねがこんな感じに、なったんです。ちょっとここから整えないといけないんですけども、可動式にしている分ですね、この辺の関節が完全にですね、隠すことができず残ってしまうんですけども、なんかアメトイで動くやつみたいな感じになっちゃったんですけども、
まあ、この辺は稼働するので、まあ、しょうがないなという感じですけども、まあ、この辺のですね、中の、取り足の中の部分とか、まあ、生物的なディティールっていう風にちょっとごまかしてですね、このぐじゃぐじゃな感じはですねちょっと残していきたいなと思いますけども、まあ一応、可動部分はですね、保持されてる感じですね。後ろからの感じはなかなかいいので、これにですね、まあ、ちょっと羽ですね、キットの羽パーツがあんまりにもチャチいので、ちょっとですね本を見て羽はちょっと自作で作り直してみたいと思いますけども、まあ、今のところこんな感じの仕上がりですね。まあ、羽の自作等もありますんで、完成はまだ先になっちゃうんですけれども、とりあえず、まあ、これでパテ盛りとですね、まあ、全体の軽くサフ拭きっていうのが、工程として終わりました。まあ、出来上がりがですね、ちょっとどうなるか、分かりませんけれども、旧キットドワースこんな感じで、制作画を進めています。次は一体どうなるんでしょうか。次は、羽の制作とかですね、まああとですね、ソードですね。ソードの方もちょっと大きくしていきたいと思いますけれども、このソードアースが最終的にどういった感じになるのかは、まだ今一つ想像ができませんけれども、もしですね、よろしければまたお付き合いください。はい。あとこれもおまけみたいなもんなんですけども、こちらのですね、ケースをですね、これ実は、100均で買った歯ブラシを歯磨き粉とか歯ブラシを立てるケースなんですけども、を使ってテスターのボックスを作ってみました。前、プリンの容器かなんかを使ってたんですけども、やっぱりちょっと安定が悪いので、ちょっとこういった安定のいいですね、箱に回路をですね、非常に簡単な回路を組んで、通電のテスターを作ってみました。で、こちらが端子ですね。これ実はピンセットですね。挟み込みタイプのピンセットですね。力を抜くとピッて挟み込むっていうやつで、端子を挟んで通電をチェックしますね。でまず、これですね、こう光る。このことによって、まず通電しているかどうかのチェックですね。と、あと電源の供給ですね。本当に光るのかどうか。例えばですね、この状態で、組み付けた状態で、本当に光る状態が維持されているかっていうのを確認するために、こういったテスターはあった方が便利なんで作っています。ラインをつまんで、まあ、この中の部分ですね、これだと足の中の部分ですねが、まあ、ちゃんと光ってるよっていうのを確認するためのテスターボックスですね。で、この端子がですね、マスキングテープで汚くぐるぐる巻きになってるんですけど、こうしないとですねプラスマイナスが簡単に接触してしまって、テスターとしての意味がなさないので、これちょっとブサイクですけれども巻き巻きにしてますんで、うまくですねこの端子がこの歯ブラシのボックスのところにプラスマイナスと入るという形で、非常に不細工なんですけれども、こうやった方が使いやすいかなと思って作ってみましたけども、実際使いやすいです。こういった道具が自作なんですけども、あると電飾の時に便利だというお話だけなんですけども、皆さんももしかしたらこういったものあると便利かもしれません。